こんにちは、パワーリフターのハリーです。今回は日本でも多くの方が出場している93キロ級のトータル歴代ランキングトップ13を発表していきたいと思います。この動画を見れば誰が93キロ級の実力者なのかが丸分かりになりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきます。第13位、久保選手。2016年ジャパンクラシックパワー、スクワット280キロ、ベンチプレス170キロ、デッドリフト 257.5キロ、トータル 707.5キロ。僕は年齢アラサーなんですけど、久保さんとは大学生時代から同じ大会に出ていた中で、一つ上の先輩なんですけど、当時からかなり仲良くしていただいております。もう当時からスクワットが強すぎてかなわないなと思ったのは今でも覚えています。同じ階級で何度も戦ったことがあり、確か2勝2敗くらいの戦績だったかなと思います。今では京都にあるエクステージというジムオーナーをされているので、ぜひお近くの方は訪問してみてください。第12位、ハリー選手。2012年ジャパンクラシックパワー、スクワット255キロ、ベンチプレス180キロ、デッドリフト275キロ、トータル710キロ。はい、私はトップ10に入れませんでした。悲しい。この時は本当にバランスタイプで、当時の水準で言うと各種目隙がないって感じだったんですけどね。まだベンチプレスも180キロがギリギリでした。その分デッドリフトが強くて、当時柔らかいシャフトのイバンコではありましたが、通り道で260キロ5レップとかやっていたので、今とは体のバランスが全く違いますね。いろいろあって下半身を数年単位で怪我してしまい、その間ベンチプレスに注力していたら一つ上の階級で220キロを大会で成功できたので、もう人間どう体が変わるか全くわかりません。第11位、山本俊樹選手。2016年ジャパンクラシックパワー、スクワット285キロ、ベンチプレス 142.5、 デッドリフト 282.5キロ、トータル710キロ。トータルはハリー選手と同じなんですけど、体重が山本選手の方が少ないので上位になっています。言わずと知れたウェイトリフティングの東京オリンピック日本代表です。ジャパンクラシックのための標準取りの大会ではスクワットを300キロを成功させて、僕は目の前でそれを撮影していたので大興奮したのを覚えています。ジャパンクラシックパワーでは調子が結構悪かったようで、第1試技の285キロ以外は全て潰れてしまいました。第2と第3は確か295キロでしたね。実は13位の久保選手と私ハリー選手、そして山本俊樹選手との三つどもえとなったのがこの2016年ジャパンクラシックパワーでした。久保選手と僕は絶対にウェイトリフターに負けるなよっていろんな場所から言われていました。まあ負けましたけどね。今はすねの骨折からのリハビリ中のようです。また凄まじい山本俊樹選手のスクワットが見れるのを心から楽しみにしております。第10位、落合選手。2018年ジャパンクラシックパワー、スクワット250キロ、ベンチプレス 182.5キロ、デッドリフト 282.5キロ、トータル715キロ。
落合選手もジャパンクラシックパワーの常連選手です。特にナローデッドリフトを最も得意としております。もともと陸上上がりの選手なので、パワーリフティングのトレーニングに加えて陸上関連のトレーニングを行ったりと、いろんなことをやっています。詳しくは割愛しますが、もともとハードな仕事をしていたので結構コンディションが悪化する時期もありました。今はその仕事も辞めて、かなりトレーニングに専念できているようです。その結果、今では93キロ級から105キロ級に階級を上げて巨大化しております。定期的にノーリミッツのパーソナルを受けたりと、非常に努力家の選手です。バトルです。第9位、瀬川選手、2021年ジャパンクラシックパワー、スクワット260キロ、ベンチプレス170キロ、デッドリフト285キロ、トータル715キロ。瀬川選手はまだ試合経験が少ない選手で、おそらく2011年ジャパンクラシックパワーが、おそらく全日本クラスの大会では初めての出場だったんじゃないでしょうか。瀬川選手は、715キロという高記録を出しているにもかかわらず、まだまだ伸びしろがめちゃくちゃある選手です。自力のパワーは相当強いんですが、正直試技の精度が甘いです。2021年ジャパンクラシックパワーも、スクワット、ベンチプレスすべて上げているにもかかわらず、1本ずつしか取れていません。そう、1本ずつしか取れていないのに、トータル715キロも出しています。ナローデッドリフト285キロという時点で、凄まじい実力なのは疑いようがありません。そんな実力に試技の精度が伴ったら、もうやばいことになりそうです。今後93キロ級で伸びしろがある瀬川選手に期待したいところです。第8位、志田選手。2017年東京パワー。スクワット260キロ、ベンチプレス200キロ、デッドリフト 257.5 キロ、トータル 717.5 キロ。2017年ジャパンクラシックベンチ83キロ級優勝。そして2019年国体パワー105キロ級優勝と、全国クラスの大会でも優勝経験がある志田選手。当時、数年間破られていなかった93キロ級トータル日本記録715キロに最も早く肩を並べたことは、当時の93キロ級界隈に衝撃が走りました。2019年の国体や東京ベンチプレス大会を最後に試合に出場していないので、2022年大会ではぜひパワーリフティングに復帰してほしいと思います。 SNS を見ていると、6月に開催される東京都ベンチプレス大会にエントリーするような投稿もあるので、非常に楽しみです。第7位、平向選手。2012年ジャパンクラシックパワー、スクワット265キロ、ベンチプレス 182.5キロ、デッドリフト270キロ、トータル 717.5キロ。この大会で93キロ級のトータル日本記録保持者となった平向選手。実は僕も同じグループで参加しており、その時のチャンピオンが平向選手。そして僕はトータル710キロで2位でした。そこから6年間も記録が更新されていなくて、
当時の93キロ級は誰が日本記録を更新するのか群雄割拠しておりました。宮崎選手は同じノーリミッツの選手で、当時よく一緒の時間帯にトレーニングしていたんですけど、非常にさっぱりとした性格だったような気がします。コカ・コーラを片手にノーリミッツにやってきて、ジムに入ってから30分後には帰っていくような超コンパクトトレーニング。僕がストレッチしている時にひらむきさんがジムに来て、さあアップ開始しようと思ったらもうすでにひらむきさんいない、そんな感じです。それで2012年ジャパンクラシックパワーで優勝して、パタリとノーリミッツの大会、そしてパワーリフティング界からも姿を消しました。2019年ジャパンクラシックパワー83キロ級で復帰、そしていきなり優勝、そしてそこからまた姿が消えて、2022年現在なんとノーリミッツに復帰しました。春の東京パワー93キロ級にエントリーするようなので、どんな記録を出すのか非常に楽しみです。スクワットがめちゃめちゃ調子いいみたいなので楽しみです。第6位、古川選手。2018年世界クラシックパワースクワット280キロ、ベンチプレス150キロ、デッドリフト290キロ。ひらめき選手が2012年に更新したトータル日本記録を塗り替えたのがこの古川選手。数値の配分を見てわかる通り、ベンチプレスは苦手だけどそれ以外めちゃくちゃ強いです。特に素晴らしいのが、世界大会で日本記録を更新したという点になります。僕は毎年のようにジャパンクラシックパワー93キロ級を動画撮影しているのでよくわかるんですけど、スクワットとデッドリフトルーティーンがめちゃくちゃ長いです。僕のスクワットってシャフト触ってから握ってからどの選手よりもラックアップまで早いんですよね。で、古川選手は僕の3倍ぐらいの長さがあります。動画編集していると選手ごとの試技の長さがわかるんですけど、古川選手は本当にね、尺を圧迫するんですよね。と冗談はさておき、古川選手も社会人になって大会成績ちょっと元気がなくなってまいりました。ぜひまた720キロを上回る記録を出してほしいなと思います。第5位、照沼選手。2020年千葉パワースクワット271キロ、ベンチプレス170キロ、デッドリフト285キロ、トータル721キロ。照沼選手はフィジークにそうなかっこいいオーラの漂う選手で、ゴールドジムのトレーナーとしても活躍されております。僕が初めて目の前で見たのが2020年の東京パワーゴールドジム東洋町で開催された時です。その時確かトータル700キロ出していて、動きを見るに間違いなく今後強くなるとすぐに確信しました。そこから721キロまではほんとあっという間でした。ここで若干停滞している感じはあります。3月のジャパンクラシックパワーは出動予定とのことなので、ぜひ自己記録更新を目指して頑張ってほしいです。第4位、宇佐美選手。2021年東海パワースクワット 257.5kg、 ベンチプレス 187.5kg、 デッドリフト 282.5kg、 トータル 727.5kg。 さあパワーリフティング界のレジェンドがいよいよ登場しました。年齢がね、50代になりましたが、まだまだ記録を伸ばし続けて、一体どこまで記録を伸ばすのかとどまるところを知りません。宇佐美さんは僕がパワーリフティングの大会にエントリーしたのがだいたい13年くらい前なんですけど、その時にはすでに引退していたんですよ。当時
82.5 キロ級で最強の小早川さんという方がいて、宇佐美さんと小早川さんはもう常に全日本パワーで一進一退の攻防を繰り広げていて、もうバチバチだったそうです。ただお互いの話を統合すると、決して仲が悪かったとか嫌いだったとかじゃなかったみたいで、単純に日本チャンピオンに最も近い者同士だったことから、バチバチ感をお互い演出し合ってたような感じがしました。要は当時のお二人はそのバチバチという設定をあえて演じて、試合に集中して力を出していたっていう感じかなと思います。で、パタッと10年くらい大会に出なくなって突如復帰した2016年ジャパンクラシックパワーでは、私ハリーとの優勝争い、最終試技で僕が暫定1位になり、宇佐美さんが失敗すればそのままハリー優勝、しかし持ち前のじわじわ上げるデッドリフトで成功させ、同重量体重差による逆転優勝となりました。当時レジェンドの宇佐美さんとバトルができて本当に嬉しかったです。そこからジャパンクラシックパワーは3連覇まで伸ばしました。93キロ級には欠かすことができない選手です。ここで番外編になります。鈴木選手、フルギア部門の93キロ級絶対王者、トータルは日本記録の905キロを持っております。フルギアのトップ選手って、ぶっちゃけノーギアあんまり強くないってケースも多いんですけど、鈴木選手はもうめちゃくちゃ強いです。インスタグラムによく動画を投稿しているんですけど、スクワット300キロをガンガン扱っていたり、強すぎですね。鈴木選手は全くノーギア大会には出場せず、毎年フルギアの全日本パワーを目指している選手なんですけど、彼の気分一つで93キロ級の勢力図は一気に変わる可能性もあります。おそらくインスタの動画を見ている限り、もうトップ3にはすぐ入ってくると思いますので、鈴木選手の動向からはもう目が離せません。第3位、梶井選手。2021年ジャパンクラシックパワースクワット 287.5 キロ、ベンチプレス 192.5 キロ、デッドリフト 260 キロ、トータル740キロ。さあ、いよいよ第3位、記録が一気に上がってまいりました。梶井選手はとにかくスクワットが強い。2016年には山本俊樹選手が更新したスクワット日本記録285キロを2019年ジャパンクラシックパワーで破り、そして2021年は自らの持つ日本記録を更新して 287.5 キロに成功しました。ベンチプレスもここ3、4年くらいで30キロ近く伸ばしてきており、一気にトータルを爆伸びさせた選手です。最近は83キロ級に減量してベンチプレス大会に出場しており、12月の地方大会では185キロに成功。93キロ級時代から全く記録が落ちていないのがすごいところです。93キロ級に戻ってきたら、とんでもないスクワットと、そしてさらに強化されたベンチプレスを武器に優勝争いに食い込むかもしれません。第2位、松下選手。2021年ジュニアクラシックパワースクワット 280.5 キロ、ベンチプレス 172.5 キロ、デッドリフト293キロ、トータル746キロ。個人的に最も将来が楽しみなのがこちらの松下選手。今回紹介したメンバーの中で最も年齢が若いジュニアだったかなと思います。第13位で紹介した久保選手がオーナーのエクステージのメンバー、とにかく数値に隙がありません。ランキング圧倒的1位がこの後に控えますが、その選手に勝てる可能性が最も高いのは松下選手で間違いないでしょう。
とにかく怪我だけ避けてもらえればさらに強くなっていくんじゃないでしょうか。第1位、武田選手。2021年ジャパンクラシックパワー。スクワット270キロ、ベンチプレス200キロ、デッドリフト 300.5 キロ、トータル 770.5 キロ。ついに第1位の発表です。2位の松下選手のトータル746キロも凄まじい記録でしたが、さらに二回り上回るトータル 770.5 キロ。ご存知、東京都練馬区にあるパワーリフティングジム TXP のヘッドコーチです。武田さんは105キロ級の絶対王者で、各種目すべての日本記録を持ってました。本当に最強の選手でした。トータルは830キロ。しかし、武田さんの体に糖尿病の魔の手が襲いかかり、体重を減らさなければ命の危険になってしまいました。一時はかなり記録が落ち込んでた時期もありました。しかし、93キロ級にしっかり対応させて、今では凄まじい記録を出しております。実は、武田さんって、大学生時代は結構小柄な選手だったんですよね。今でいう66キロ級の選手です。階級変わってるんですけど、67.5キロ級っていうのが昔あって、学生時代はその 67.5 キロ級に武田さんはエントリーしておりました。もともと体が大きい選手が105キロ級にするのと、67.5 キロ級の選手が105キロ級にするとでは、そりゃ体の負担が全く違うんじゃないかなと思います。日本の93キロ級においては、しばらくは武田さんがぶっちぎる感じになってくると思います。そこに、第2位の松下選手がどこまで食らいついていけるかといった流れが、3年くらいは続くんじゃないでしょうか。感じで93キロ級トータル日本歴代ランキング13プラス1の動画でした。この動画を見ていただければ93キロ級の勢力図が丸わかりになったのではないでしょうか。今後93キロ級で試合出場する方はぜひどのくらいの記録を狙っていけばいいのかの目安にしていただければなと思います。それにしても久々に編集疲れましたね。今回は選手数も多いので調べることも多いし、動画引っ張ってくるのもいけないし、僕動画整理してないので本当に大変でした。それでは長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。パワーリフターハリーでした。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。